千葉の海老根慶太選手です。前走は富山記念でしたけれども、一着という場面もありましたが。振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね。ちょっと三三というのもあって、なかなか難しかった部分もあって、ちょっと成績は良くなかったですね。そのやっぱり三三四百五百というと、走りやすいのは四百ですかね。そうですね。まあ、地元も五百なんですけど、やっぱり四百一番走りやすいですね。 でも本当に近況、どんどんと調子が上がってきているように見えますけれども要因といたしましてはどんなところでですすかね。そうですね。そ、ま、う、あ、練習もしっかりできているし、まあ、ギアも合ってきたのかなというのがありますね。ここまで中8日、空きましたけれども調整、練習などはいかがですか。はい。えーまあ、だいぶ涼しくなったので、まあ、ちょっと休んで、まあ、普通に練習してきました、ね。 今シリーズ大宮ですがだいぶ久々ですけれども印象などは覚えてますか印象はそうですね2009年なんであので SS になってすぐ走らせてもらった感じなので、まあ、実家も春日部なので、まあ、地元だと思って頑張りますそれでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします、はいえー、決勝で優勝争いできるように頑張ります応援の方よろししくお願いします。